ハロー、ニメハオ、こんにちは、シャンメイです。本日はファイナルファンタジー14想定のイシュガルド編第58回配信を撮っていきたいと思います。いや、この三者三様に間違えた。自由なことをしているこの風景嫌いじゃない。じゃあギルさん、セレルの歌から浮かんだ旋律を形にしてたしてんだ。あ、そうだ。ですね、前回メインクエスト進めるとか言いましたけど、ちょっとこれ報告だけ残ってたし、まあ報告していこうと思いまして、ちょっと来てしまいました。そしてですね、しばらく彼を連れ歩いておりましたので、次は違うお友達を出していこうかな。じゃあですね、先ほどですけど、先ほどカンパニーテストから頂戴いたしました、ウーパールーパーさん。プチアクソロトルに似た謎の両生類、この子を使っていこう。ちょっと可愛い感じですね。ミニオンリスト、どこだ、どこだ、あ、いた。ウーパールーパー。プチアクソロトルに似た謎の両生類。釣ってきたリテイナー曰く、ウーパールーパーとのことだが、それが何語で、どんな意味なのかは今一つ判然としていない。そもそもどこで釣ってきたのかも、なぜか教えてくれない。足跡がないから浮いてるのかな？さあ、ウーパールーパー。お、こんな感じ。あ、ちっちゃいね、なんか。こんなもの？撫でる。餌をあげる。餌は反応がある。見上げてくる。これは可愛いです。なるほど。じゃあ、よろしくな。ウパルパ君。じゃあ、今日はこのウパルパ君と一緒に冒険をしていこう。そして、サンソンさんに報告だ。あ、義勇詩人のクエストですね。あ、シャンメさん、シルベイルさんは調査のため集落を離れているそうです。しばらくは帰還を待つほかなさそうですね。なあ、シャンメ、お前はセレンの戦いを通して何を思った、感じたものがあるんなら聞かせてくれねえか。なるほど。しかし、サンソンはあれだけの体験をしたってのに、メモばっか取ってて、本当に無粋なやつ。ともかく、少し時間が空きます。この地にどんな脅威があるかわかりませんから、万全の備えをお願いします。お、何か覚える。エンピリアルアロー。あ、物理攻撃ですよね。これは単独攻撃でいいのかな？コンプリート。またちょっとじゃあ言葉入れ替えないとな。仲間への激励の念が古き旋律を呼び覚ます。エンピリアルアロー、覚えました。とりあえず次のクエストは56か。はい、わかり申した。というわけでですね、あれはまだ受けれませんので、ナイトに変えます。ん？ナイトじゃなかった、ごめん。竜騎士。竜騎士。あれ？アルフィリクさん、こんな服装だったっけ？だいぶ、ご様子が違っていらっしゃいますね。待っていたぞ、シャンメイ。一足先に聞き込みをしてみたのだが、最近見かけない商人が頻繁に訪れるようになったという。大方、マテオニアン一味の異端者が必要物資の買い付けに利用しているのだろう。ひとまず手分けをして怪しい者がいないか探すぞ。もし挙動不審な商人がいたら声をかけ反応を探るのだ。何か分かったらここで落ち合い、結果を報告し合おう。ほう。広っ。不審な人物がいる。
竜騎士もあれだな、ホットバー入れ替えないとな。不審なやつが。案外パッと見えない。いつもだとさ、なんかパッと見えるところにいる。不審だぞ。はっ、貴様は竜騎士だな。取引の邪魔をさせてなるものか。急に戦いになる。よいか。糸なしらしき音が持っていた奇妙な紙片を手に入れた。拾ったりしなくてももう手に入れている。もうこんな逃げ道のない壁際におらんでもって思うけど。さて、うん、さあアルビルクさん、私が声をかけたものはチョコボの買い付け人だったようで大きな収穫はなしだ。そちらはどうだったかな。怪しい紙。ほう、この紙片、君を襲ってきた商人が。なるほど、どうやら当たりのようだな。この奇妙な文字列は異端者が好んで使う暗号なのだよ。どうやらテイルフェザーの南東が示されているようだ。奴らの合流地点なのかもしれない。我々も向かい、ウスティーニにつながる手がかりを探そう。ちょっと待って、このクエストだいぶ長くない？まあ、なんかこの辺にもあるな。いろいろあるな。あとこれカル君のクエストだね。カル君のクエストちょっと置いとこうか。ちょっとこれ気になるから。行ってみようか。この辺、こんなとこあったっけ。初めて見るんだ。ここに来てなかっただけ。おやおや、いるじゃないですか、ウスティーンさん、ハルビルクさん。この場に着いたらウスティーヌがすでに異端者たちを始末していたんだ。いらっしゃいますね。シャンメイ、アルベディクに私のことを話したのか。神殿騎士団にはお前の生存について報告してはいない。真実を知るのは私、我らとモントルガンのみゆえ安心しろ。それよりも体調が随分悪そうだが。問題ない、この程度のうずきなどすぐ収まる。そんなことよりもマテオニアンは見ての通り始末した。もうコートの戦友たちが連中に煩わされることもないだろう。仲間を思う気持ちがあるというのなら竜騎士団に帰還するのだ。悲壮ペレグリンを取り戻した今、姿を隠す必要もあるまい。血流との決着は戦友と共に力を合わせてつければいい。すまないアルベリック、竜騎士ウスティエヌは死んだのだ。竜騎士団にはもう二度と戻ることはできない。うずきって言ってたな。まさか血を飲まされたんじゃないよね。よほどの事情があるとは思っていたが、なぜなのだ。お前は竜騎士たる己の槍に誇りを持っていたではないか。槍に誓った心まで忘れたというのか。ああ、誇りも誓いも片時も忘れたことなどない。だが私は戻りたくても戻れるのだ。あ、ここでくたばっている忌々しいゲスによって私は竜の血を無理やり飲まされた。
なんだって。それではお前は。ああ、流化したとも。そんな竜騎士がコートの騎士団に戻れるわけがない。異端者とみなされ投獄されるのがオチだ。私だけならばたとえ冤罪であっても甘んじて受け入れよう。だが私が囚われれば父にまで嫌疑が及ぶ可能性がある。これだけは何としても避けたい。なんてことだ。まさかお前は死ぬつもりじゃないだろうな。そんな愚かなことはしない。父によって救われたこの命を無駄にするつもりはない。うう、これが竜の血を求める うずき。だが私はこの苦痛を乗り越え、シャンメイのように竜騎士団に属さず竜騎士の使命を全うしてみせる。竜の血を異端者どもに分け与え、イシュガルドを脅かす憎き血竜クラウリ、我が槍に誓い、必ずや奴を狩り殺す。シャンメイ、君の存在あればこそ私はこの身の不幸に立ち向かい、血竜クラウリ討伐に命を懸ける決意ができた。私が進むべき道を示してきてくれたことに感謝している。そして竜騎士団の仲間のことをよろしく頼む。くそ、私には彼女を止めるほどの言葉がない。ひとまずアドネール先生台に戻り、事態の解決方法を考えよう。ごめん、後回しにする。アル君のクエストどうしようか。メインクエスト進める前にカル君のクエストだけやっとこうか。というわけで滝のとこまでですかね。ワープです。さてやってまいりました。こちら悲嘆の飛線ところですね。この崖の上に非重層が生えておりますので、取っていきます。これ今フライングマウントで飛んできたけど、多分ギリギリ登れるのかな。斜面が結構きつくない？大丈夫なのかな。でもギリギリ登れる感じなんですね。多分走ってきても。そしたらね、報告が不条の3と、じゃあ向かいますか。じゃあ不条の3とまでワープです。さて浮上の3頭までやってまいりました。カルツに話をしていこう。シャンマイ、どうどう、飛竜草は見つかった？うん、よかったよかった。僕の方も取ってきたよ。ねえねえ、次はどうすればいいの？石板に書いてある人の文字を読んでみてよ。へえ、飛竜草を煮出すんだ。じゃあ僕が取ってきた飛竜草をあげるから、どこかで煮出すをやってきてくれる？どこで？近くの森とかに人はいないのかな。煮出すをやってくれそうな人がいたら手伝ってもらって。ここで待ってるから、終わったら来てね。近くの森？人？と！うん、しようか。ちょっと落ち着かないし、これも受けとこうかな。これも個性の一つ。ちょっと個性の一つの方もちょっと受けに行ってきます。さてバスの塚までやってまいりました。じゃあ若田氏、グナス族さん、レベル53クエスト。これも個性の一つ。バスの塚の若田氏グナス族は冒険者を見つめているようだ。チュチュ。ヒヒヒヒヒ。ああ、私を助けてくれた人の方。ここに来てから徐々に自我がはっきりとしてきました。もっと遠くを見てみたいという欲も出てきたんです。ヒヒヒヒ。我々は若たれし者たち。何も縛るものはない。
ストーリーテラーの言う通り、しししし、我らと共に時に協力しながら自由に生きればいい。ひひひひ、新たな仲間たちにお礼をしなければ。人の方よ、ヒッポセルフの荒川を3体分ほど取ってきてはくれませんか。手持ちなかったっけ、ヒッポセルフ。ダメ、手持ちだと。ないな。いや、あるけど、これダメなん？買ってこなくちゃダメ？なんかもう一個ある。ナイトのレベル上げたいから。もう一個。もう一個何これ？ん？あ、どうした、影のあるグナス族さん。レベル53クエスト、意志のささやき。バスの塚の影のあるグナス族は宙を見つめていたようだ。どうした、ジュジュ。シシシシ、意志のささやきが聞こえる。どうやら浮上の3頭の方に新たな同胞がいるみたい。探してバスの塚に導いてあげて。すごい不思議ちゃんだ。じゃあとりあえずヒッポセルフを借りに行くか。これもやりたいんだけどね。とりあえずヒッポセルフを買ったら一回ここに戻ってこよう。今絶対に売れないだろうってものが売れた。こっち？違うな、こっち。いる。いや、結構硬いぞい。3枚か、若干めんどくさいね。ボスルカモン。フォーランドヒッポセルフじゃダメなんだ。じゃあ通常のヒッポセルフじゃダメなんだ。これで3体。そしたらバスの使い。しししし、新たな仲間たちにお礼をしなければ。はい、取ってきたよ。しししし、ありがとう人の方。ヒッポセルフの荒川はもさもさして絶妙な味なのです。さあお二方、生のままお召し上がりください。あ、ごめん、なんか装備品とかに使うのかと思ったら食べ物。うむ、それではいただこう。しししし、うんぐんぐ、とても美味であるな。どれどれ、そこまで言うな。うん、とても微妙だな。ひひ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 、それはよかった。私が自我を持って初めて美味しいと思ったものなのです。それでは見聞を広めるため少し冒険してきますね。おう、本当はお前たち美味しくなかったんだろう。ペペ、これはまずい。どうやら我らが新たな同胞は相当な味音痴なようだ。とはいえそれも個性ではあるかな。おお。
でもあれだね、ちゃんと気を使ってまずいって言わなかったんだ。わあ、なんか人間っぽいね、そういうとこも。ん？あ、これね。先にこれ行こうか。じゃあテイルフェザーの向こう側ですね。チョコボの森あたりかな。カル君のクエスト続きをやっていきたいと思います。ではワープ。さて、前回鳥のもも肉で世話になったレオニュールフさんですが。ん？どうした？何か用かい？煮込ませてください。それならこの鍋を貸してやってもいいが。しかしそんな有毒な野草を煮出して何をするつもりじゃ？チョコボの罠にでも使うのか？あ、これ毒なんだね。あ、レオニュルフさんかっこいいね。ちゃんと顔見たことなかったけど。あ、イファンド特有の煮出すムービー。あとはどう報告？まだ続きがある。ちょっと続きだけ話聞いたら今回終わりかな。じゃあ浮上の3頭までワープです。さあ浮上の3頭戻ってきたよ。どうどう、煮出すっていうのできた？うん、できたよ。やったやった。それをどうすればいいの？その薬液を傷口に注ぐと傷の痛みを抑えられるの？その間に傷をきれいにすれば怪我の治りがぐーっと早くなるんだね。よし、早速オル兄ちゃんのところに行こう。僕先に行ってるね。ロシは気になるし、オル兄ちゃんのとこ行こうか。いや、続きがありそうだな。続きがありそうだな。オルニーちゃんどこだっけ？この下だっけ？だね。オル兄ちゃん寝てるみたい。え、そうだ、寝てる。本当に寝てるんだよね。死んでないよね。そうだ、今のうちに薬液を使って傷の具合も調べちゃおうよ。大丈夫？生きてるよね。よしよし、薬液が効いてるうちに傷の具合をじっくり調べてみよう。え？傷の中に何か入ってるみたい？早く取り出さないと。取れたんだね。やった、オル兄ちゃん、オル兄ちゃん。ドク、寝てるとこだっつーの。おい、カール、お前まだ人野郎とつるんでるのか？ん？なんか痛みが和らいでる気がするな。オル兄ちゃん、聞いてよ聞いてよ。兄ちゃんの傷の中に入ってたもの、シャンメイが調べて取ってくれたんだよ。ち、余計なことしやがって。寝てればそのうち治ったものを。何書いてたんだ？ま、待ってよオル兄ちゃん。確かに僕たちは寝てればそのうち怪我も治るよ。だけど治るには随分時間がかかるじゃん。それに治るまではずっと辛いよね。けどシャンメイが薬を作ったり傷の中のものを取ってくれてすぐに楽になれたでしょ。僕らは人と違って爪や牙があるから薬を作ったり傷の中のものを取ったりできなかったよ。オル兄ちゃんを怪我させる悪い人もいるけれど、でもシャンメはそうじゃないよ。だからオル兄ちゃんも好きになってよ。俺にこの傷を負わせたのは人の騎兵どもだ。その仲間を信用することはできん。だが一方でお前の言う通り、
俺の傷を癒してくれたのもまた人か。カルの言う通り、悪い奴ばかりではないみたいだ。シャンメイとやら、治療してくれてありがとうな。カル、お前のように簡単にはいかねえかもしれねえが、俺も人について考え方を少しずつ改めて見るとするぜ。もう一眠りしながらな。本当に？やった。石に書かれてたこと本当に役に立ったね。一緒にお母さんに返しに行こう。大丈夫だな。竜と人が憎しみ合わず協力することができたらか。人についての考え方を少しずつ改めて見るとするぜと。あ、ちょっと報告と思ったんだけど、結構いい時間になってしまったので、ちょっと今回はここまでにさせていただきたいと思います。では第58回ご覧いただきありがとうございました。また次回配信でお会いしましょう。次回はお母さんへの、お母さん竜への報告からスタートになります。失礼します。